どうもこんにちは、キセルショーマイカナイやっていきたいと思います。アイテム買ってまいります。よし、そんな感じで本日準決勝戦っていきましょう。おーし、ヤマメ行こうか。小田組んでまいりまーせん。このままでいいんじゃないかなと思った。平野さんだけ変えればいいかな。平野さん、誰か出してあげたい人いますか。出たい人いますか。もう今回は門松でもいいんだけど、まあ、今回対左は左か、左か。ってなったら、ってなったらだよ、門松行こうか。門松行っとこうか。よし、門松行こう。と、こうしといて、これで行きましょうか。行きましょう、試合開始。やっぱ準決勝ぐらいね、門松とか出してあげたいかなと思いますので、今日は折り紙打法、見せつけてやりましょう。謎の携帯が準決勝全力で戦います。岡崎中央対白金高校。今日も全力で戦いに行きましょう。よかったらチャンネル登録、高評価していってください。総合戦略 B でございます。いや強えな、さすが。あい、おうおう、全然ランナー出さないの。あれ、全然ランナー出さなくない。あれ、なんかまだノーヒットノーランやってるし。と、マスカワが今日は大活躍と。マスカワ頑張ってるね、ナイス。で、ここは山部屋、とりあえずゲッツー出してくれれば、ゲッツーシフトでゲッツーでいけばいい。ノーヒットノーランやっちゃいたいな。それならせっかくならノーヒットノーランやりたい。あ食ったらね、完全にヒット終わったわ。なんでそれポテン、そのポテンはいっちゃんねえわ。そのポテンがいっちゃんちょっと悲しいやつだわ。40球で5回まで投げれるってなかなかすごいよね。まあまあ、ワンアウト取ってないから4回までか。ここゲッツー取りたいな、次。それならもうせっかくだから次ゲッツーで切っちゃおうよ。ここゲッツーでいこう。1安打完封とかできたら激アツなんだよね、逆に。なんかノーヒットノーランもやりたかったけどね、将来的にまだ山部屋できるチャンスあるから。まだ2年生だからね、あと1年ちょっとあるからね。あー、クリヒット打たれた、まあ、これは仕方がない。このヒットは仕方がない。よし、残り姿バッテリーで頑張ろうぜ。鮫島はそんなにだな。外角で追い込んで、臭いところでいこうかな。外角で追い込んで、追い込んで、追い返し OK で、ここを臭いところに切り替える。OK、 石山ならとりあえずも狙い。満塁のピンチも余裕のよっちゃん、いいかね、切れます。で、ツーアウト二塁、いい。落合さん、ここ1本出ときたい、出しときたい。と、センター返しでいいかな。センター返しでいきましょう。センター返し、いけ、打ってくれ。 OK、 ナイス。財前につなごう、財前につなごう。財前が果たしてどうなるか、財前次第なんだよね。財前が本当に打たない。ようやく1割も持ってんじゃん。1割からどうなるのか、いけ。いや、パワーがなさすぎるのかな。パワーがなさすぎるのが影響してるのか、ただ単に打たないだけなのか。本当に打たないよな。なんでこんなに打たないんだろう、財前。なんかよく訳が分からないんだよね、そこは。 OK、 ナイスゲッツー。ゲッツー取れるとやっぱ気持ちいいわ。おし、1・2塁で姿はどうしようかな。転がせでいこうか。 OK、 嘘、 OK、 パルプって盛大にパルプって。まあ分かってた、もうナイスだね、嘘通り。嘘、門松使ってあげてるんだから、ここは打ってほしい。ここは流し打ちでいい、流し打ちでいい。行け、頑張って、対左働かせて、はい、左。マジか。それなら平野さんでよかった案件あるんだよな。オッケー、やらかね。これが本物よ、まあ、天才じゃないけど天才よ。俺が実質天才ってやつ。いや、あんまり打ちすぎるとコールドになっちゃうから、そこら辺みんな気をつけて。ツーアウト一塁、北見か。なんだ、財前か。それで走れないね。よし、ここはとりあえず引っ張りでいきましょう。いけ、財前、いてくら、引っ張ってけ、バコーンと。やべえ、ちょっとみんな打てなくなってきてる。さて、行くぞ、山部、今回100球カウント行こうぜ。あー、ちょっと厳しいかな。ここゲッツーで取れたらワンチャン見えてきたけど、8回80球、これで切れ、行くよ、切るだぞ。あー、いいボールいっちゃったね。みんななんか外角中心に攻めてていいね。西山、うお、うまい。ビアハンド、そこで来るか。そこでビアハンド炸裂できるのはやっぱちょっとうまい証拠だと思う。よし、こっからはもうダイソーとかバリバリ出しに行くよ。と、姿はどうしようかな。ここ代打で行こうかな。姿代打で、代打、
最悪出せばいいし、代打田中できます。代打田中とクイックシーね。ここ行きますよ。アウトコース引いたり中で流し打ちで引っ張ります。いけ、流し打ちで引っ張れ、逆方向に引っ張れ、逆方向にギータのように逆方向に引っ張れ、引っ張れ、ああ連戦田中が打たんで、門松はお疲れ、門松もお疲れ。ここはどうしようかな、田代さんか塩野か、塩野か、あいや違う、広野さんで行こうかな。じゃあ広野さんで行きます。よし、ラッキーボー、高額ついた、ミートリア、とりあえずミートリア流し、いけいけ、打ってほしい、打ってほしい、俺は打ってほしい。あー、いい当たりだったけどな、本当にいい当たりだった。惜しい惜しい惜しい。は励まして、と押し入りも励まして、微妙だな、残りの伝令、まあまあとりあえず門松だったりで守備力上げとこうか。よし、とりあえず頭が励まして、あとは駅まで行きたいと思います。取れ、板倉飛び込め、あーダメかー、板倉はさすがに飛び込めなかったかー。ただ、そうだね、メガネ買ってきたの、ポケモンのメガネ買った。ポケモンのメガネめっちゃ可愛いんだよね、なんかね、すごいケースがね、めっちゃ可愛い。なんかメガネ自体はポケモンっていうポケモンじゃないの、なんかポケモンっていう感じはしないんだけど、なんかね、全体的になんかケースがポケモンだったりとか、あと袋をくれたのよ、袋をくれたんだけど、その袋がめっちゃポケモンだったりとかして、やっぱポケモンいいわって思った。なんかツイッター情報によると、メガネツイッター情報を見たお姉さん、お店のお姉さん情報によると、なんかメガネケースの順番が、あ、ゲッツーだね今のは、あのゲッツーじゃないや、あのメガネケースに並んでるポケモンの順番は歌の順番らしい。なんか歌は覚えてないから、ごめん、ちょっと今歌わないけど、オッケー、白金ここ無事に勝てた。ヤマベが素晴らしい、ヤマベ本当にサワンがうなりまくってるね。てかさ、なんかサワンがうなりますっていう風な言い方をするのにさ、ウワンがうなりますとか言わないよね、なんでだろうね。99回99球、俺の理想通りだった、ありがとうございました。こんな感じで次回無事決勝戦行けましたね、決勝戦行きましょう。こんな感じで山部154キロになった、また次回の動画でお会いいたしましょう。皆さんまたねー。